災害事応援協定とは災害発生時における各種応急復旧活動に関する人的、物的支援について地方公共団体と民間事業者や関係機関との間でまたは自治体間で締結される協定のことである。阪神・淡路大震災での消防活動。現地の消防だけでは人手が足りなかった。大規模災害発生時にはライフラインや 情報通信網の途絶、パニックの発生、庁舎や公共施設の損壊、職員の負傷などにより、被災自治体の災害対応能力は著しく低下する。このため、被災自治体単独では、多岐の分野にわたり、かつ膨大な量の応急復旧活動を満足に、遂行できないという事態が生じる。このような事態に対処する手段の一つとして、物資の供給。 医療救護活動、緊急輸送活動等の各種応急復旧活動について被災自治体をサポートする旨の協定が多くの自治体と民間事業者や関係機関との間で締結されている。民間事業者は自治体にはない専門的な技術や知識、資機材などを有していることから様々な分野の民間事業者と協定を締結することで 広く的確な応急復旧活動が期待できる。また、自治体間での相互応援協定も全国的に締結されており、自主的、積極的な応援出動、被災自治体への応援に関して必要な調整を行う、漢字自治体の事前決定など、阪神、淡路大震災の教訓を踏まえたスムーズな応援を達成するための体制整備が図られている。これらの動きは、 迅速な応急復旧対策について多くの教訓を残した阪神、淡路大震災後から特に顕著である。滝田市自治体と民間事業者との応援協定の内容は締結事業者の所掌分野に応じ、医療救護、物資の提供、輸送業務や情報通信など多岐にわたる。自治体と応援協定を締結する民間事業者は年々増加しており、 都道府県と災害時の協定を結んでいる民間事業者は2004年の2332から2005年は2442に増えている。主な応援の内容とその応援主体は以下の通りである。応援協定を締結することは受援自治体と応援民間事業者の双方にメリットを生む。自治体においては被災時に応急対策活動に関する 様々な援助が受けられるだけでなく、平常時の物資備蓄にかかる空間的及び、金銭的コストを抑制することができる。特に、非常食や飲料水などの消費期限を有する物資の提供を受けることは、金銭的コストへの削減効果が大きい。また、協定が締結された際には、企業名及び団体名と共にその旨が広報されることが多いことから、 民間事業者側の主なメリットとして、当該民間事業者のイメージアップが挙げられる。応援内容の多くは、当該民間事業者が通常業務で取り扱っている物品や駅務の提供であり、協定の締結にあたって民間事業者側で特段の準備が必要ないことも魅力となっている。特に建設業の場合、自治体もしくはそれに準ずる公的機関との防災協定は、 社会貢献となり、経営事項審査の加点として評価される。実際の防災協定は大企業は単独で、中堅中小は業界団体で締結していることが多い。医療機関側でも、病院機能評価の際、ライフライン事業者、医薬品、食料品の納入業者との防災協定は必須となっている。 広域的な災害対策を効率的に展開することを目的とし、市町村間、都道府県間などの様々なレベルで自治体間の相互、応援協定が締結されている。各自治体では、応援受け入れに備え、地域防災計画等により緊急輸送道路や広域応援受け入れ施設を定めている。市町村では、都道府県内の全市町村を対象とした、 統一応援協定の締結など、相互応援協定締結への積極的な取り組みが見られ、全国で1457もの市町村が広域防災応援協定を締結している。また、姉妹都市関係にある市町村間で相互応援協定が締結されることも多い。2004年の福井豪雨では、友好姉妹都市の熊本市が福井市を支援し、 2016年の熊本地震では福井市が熊本市に支援物資を被災地に届けた。東京都と全国20の政令指定都市間で結ばれている21大都市災害時総合応援に関する協定は加入している都市が被災し自力で十分な応急措置ができない場合に他の大都市が相互に救援協力する協定である。二千十一年三月十一日に発生した 東北地方太平洋沖地震では、政令市の一つである仙台市が被災した時に、この協定が適用されているほか、2016年4月14日以降の一連の熊本地震でも、政令市の一つである熊本市に対して、この協定が適用されている。より広域的なものとして、都道府県総合間においても協定締結への取り組みが進んでおり、 全国で26の協定が締結されている。また、平成8年7月には、全国知事会において、全都道府県による、相互応援協定である、全国都道府県における、災害時の広域応援に関する協定が締結され、全国レベルでの応援体制が整備された。この協定は、各都道府県やブロック知事会で締結している。 応援協定では対応できないような災害が発生した場合に適用され、被災した都道府県の要請に基づき、全国知事会の調整のもとに応援が実施されるものである。応援内容は、被災地における救援救護、災害応急、復旧、復興対策とそれに係る人的及び物的支援とされている。通常、協定の締結にあたっては、協定を締結する。 各主体の代表者の署名、応援が施された協定書が作成される。協定の締結について事前にプレスリリースが行われ、締結式が開催されることがあり、その模様が各自治体の広報誌や全国誌ローカル版、地方紙などに掲載されることもある。応援により生じた費用の負担者は協定書に明記されていることが多い。 実際には、応援者が負担するもの、受援者が負担するもの、応援者と受け援助者で協議して負担者を呼び、負担割合を決定するものなど、それぞれの協定で負担者は異なる。なお、全国都道府県広域応援協定では、負担者は原則として、応援を受けた都道府県であるが、被災都道府県と応援都道府県との間で協議が整った場合には、この限りではないとされている。 ありがとうございます。